感謝トーマス、みんな集まれ、出発進行。機関車トーマスの長編作品の第2弾であり、第8シーズンと第9シーズンの間の話として描かれています。前作長編では暴れん坊だったディーゼル10が仕事熱心な役に立つ機関車になっていたり、ジョージが機関車に忠実だったりと、今までとは大きく異なる点があります。またこの作品からエミリーが正式にレギュラー機関車としてティットマス機関庫の仲間入りを果たします。そんなトーマスの世界のターニングポイントとなる本作ですが、その分事故の量もかなりのものとなっています。本編自体の時間は歌やクイズの時間が多くさほど長くはないのですが、とても有名な機関車とディーゼルのやられたらやり返す事故のオンパレードがございます。今回はこの長編作品で起きた事故を一つずつ紹介していきながら、物語の内容を追っていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。ソドー島に新しい飛行場を建設するために仕事をしていたトーマスとパーシーをハリーとバートが貨車をぶつけて煽ります。怒りに震えたトーマスでしたかが、続けざまに2台のディーゼルはトーマスの材木を運ぶ仕事を奪ってしまいます。ディーゼルへの怒りをぶつけたくてしょうがないトーマス、その目の前ではクレーンが真下の貨車に材木を運ぶところでした。やるなら今しかないと決心したトーマスは貨車めがけて激突、そのタイミングで材木が落下し大変なことになってしまいます。作戦が成功しに焼けるトーマスはもちろん荷物を落下させて貨車に置こうとした作業員も事故に加担している気がします。この事故をきっかけに機関車とディーゼルの関係はさらに悪化していきます。先ほどの事故の後、懲りないトーマスはディーゼルにつなげる貨車を、本来必要なレンガや材木の貨車の代わりにバナナの貨車を運ばせたりと、いたずらの限りを尽くします。しかしトーマスの悪行により仕事に混乱が、橋のペンキ塗りや空港の建設、さらには機関庫の修理が中途半端な状態でした。本来はトーマスのいたずらのせいなのですが、機関車たちはディーゼルの仕事が遅いと勘違いをし、ディーゼルの関係が完全に崩壊しました。さらに不幸なことに、その日の夜は嵐がやってきてしまい、木々は倒れ、橋は壊れ、道が塞がれてしまいます。トーマスたちはソドー島の復興作業と飛行場の建設のため、いつも以上に仕事に励みます。橋の修理に取り掛かっていたトーマスは色を塗るためのペンキを取りに行きます。しかしその背後にはディーゼルの姿が。ディーゼルはトーマスを発見し、次第ペンキの乗った貨車に激突、その拍子に多量のペンキがトーマスを覆い、カラフルトーマスが完成してしまいます。いつぞやのチョコレートパーシーほどではありませんが、トーマスの自慢の青いボディより黄色いペンキが目立っていますね。余談ですが、この一瞬だけ登場したペンキトーマスは商品化にかなり恵まれており、トミカやカプセルプラレールで立体化されております。ペンキをかぶってしまったトーマスは仕返して言わんばかりにディーゼルではなくハリーに仕返しをします。ここから機関車とディーゼルのやられたらやり返すの言葉の通り、事故を起こし合うようになってしまいます。まずトーマスはハリーに後ろからぶつかり、彼を砂の溜まり場のような場所へ押し出します。口いっぱいに砂を含んでいますね。その次はハリーがトーマスではなくジェームスに後ろからぶつかり、彼を石炭ホッパーの下に押し込みました。またその次はジェームスではなくゴードンがバートを製材所みたいな場所に押します。ゴードンも悪質タックルは痛そう。またその次はディーゼルがトビーを昇格機に乗せ、第145話真ん中の機関車のように逆さまになります。またその次は一度押されてないであろうエミリーがディーゼルを古い機関庫のような場所に押し出します。エミリーも結構力は強い様子。またその次は最初に溜まり場に突き出されたハリーがヘンリーをなんかよくわからん液体が漏れ出している管の真下に押します。難覚誘う。最後に汚されたヘンリーがディーゼルを車止めの向こうに押し出し一悶着。このようにソドー島中でストライキより質の悪い事態が起きてしまいます。機関車やディーゼルはすっかり汚れてしまい、仕事にも大幅な遅れが生じてしまうのでした。こんなに事故が起きているのにもかかわらず、エドワードは洗車場にいないことが彼の優秀さを物語っています。仲が悪いことは確かですが、それでも役に立ちたいという気持ちはどちらも一緒。利害が一致し協力することを誓います。デイジーとトビーという懐かしい年子も協力しながら、なんとか仕事の終了まであと一歩というところまでこぎつくことができました。最後の一仕事はトーマスの荷物運搬の作業でしたが、彼の走っている線路は凸凹しており、うまく走れません。そのまま運んでいた貨車が線路を外れ、そこになぜかたまたま偶然奇跡的にあった給水塔に激突してしまいます。そのまま給水塔は倒壊、倒れた先の滑走路にもひびが入り、早く修復せねば飛行機が着陸できません。今回の事故でディーゼルだけでなく機関車たちもトーマスに怒りをあらわにします。主人公の面目丸つぶれですね。この後
トーマスがディーゼル帝を呼んだことでディーゼルたちもみんなで力を合わせることの重要性に気づき難を逃れました。ここのディーゼル銃は魔法の線路では考えられない聖人っぷりを披露します。足から落ちたショックで記憶でも失ったんですかね。こうして飛行場の修理が終わり、飛行機も無事に着陸することができたのでした。蒸気機関車やディーゼル、ボードローラーなど様々な乗り物が協力するシーンはこの映画の最大の見せ場ですね。昔から機関車トーマスを見てる人ほど彼らの性格の変わりように驚きを隠せないと思います。いかがでしたでしょうか。今回紹介したシーンの紹介の他にもレディの登場シーンや機関車たちの悪魔のシーンなど印象的なシーンが多いのが魅力の映画です。魔法の線路と比べると少し対象年齢は下がった印象はありますが、これが本来の子供番組のあるべき姿なのかもしれませんね。ちなみにこの長編作品は2008年に DVD として発売された後、2014年に大井川鉄道の機関車トーマス号の運行開始を記念して劇場公開された、ちょっと変わった経歴があります。まだ見ていない方はぜひ。さて次回からは第9シーズンの自己紹介が始まります。第8シーズンとは打って変わり、個性豊かな新キャラが多数登場する非常に賑やかなシーズンとなっています。長く紹介してきた模型機の事故も終盤に差し掛かります。最後まで一緒に駆け抜けていただければと思います。ペンキをかぶったことのある人は高評価、給水塔を倒したことのある人はチャンネル登録をぜひぜひ。以上で動画を終了します。最後まで見てくださりありがとうございました。悪魔のシーンのジェットコースターと足、ちょっと乗ってみたい。